M80 は、サソリ座にある、球状星団。双眼鏡では、小さな星雲状に見え、昇降形でも中央が明るく見える。中心がよく輝き、メシエ天体の中でも、最も水星によく似て見えるものの一つ。光景10センチメートルの望遠鏡では、星雲、水星状に見える。光景20センチメートルの望遠鏡では、周辺が微光星に分解でき、 中心部もザラついた感じに見えてくる。合計40センチメートルで中心部まで星に分離できる。球状星団の中には星の連なりが見受けられるものも多いが M80 は均一に分布している。1999年ハップル宇宙望遠鏡による観測で通常の球状星団の2倍の青色はグレ星があることが分かった。この観測結果は M80 の中心部で 恒星同士の衝突が波外れて高い率で起こっていることを示していると考えられている。1781年にフランスの天文学者、シャルル・メシエが発見した。メシエは星のない星雲。中心部が明るく、丸く小さな彗星の核のよう、星雲上の物質に囲まれていると記した。ウィリアム・ハーシェルは M80 としてよく知られているが、 私が記憶しているもののうちでは、最も密集したものの一つであるとした。ジョン・ハー・シェルは、球状星団で丸く中心がよく輝いて周囲から、急に明るくなっている。星の高度は14等で、皆よく分かれると記した。1860年5月21日に、星団の中央に7等の新星が出現した。これは、ベルリンのアルトゥル・アウベルスによって発見され、 サソリザ・ T 星と名付けられた。1854年にはこの近くにサソリザ・ R 星、サソリザ・ S 星といった変更星がフランスの天文学者ジャン・シャコルナクによって発見されている。ありがとうございます。